はい、皆さんこんにちは。バミリ空海です。今日はですね、前回ブラックカレーなるものを作りました。で、前回は、イカスミバージョンと黒練りゴムバージョン、まあ、この2つをまあそれぞれ入れて、それで食べ比べて、色とかも比べて食べ比べてみました。今回は、まあ、より本格的であり、あるいはステーキたけるさんでまあ出しているブラックカレーの作り方により近い方法でその黒色を出してみようかなと思います。すなわち玉ねぎを炒めて、それでまあ黒くなるまで炒めて、それで作ってみるという方法をやってみたいと思います。それで生の玉ねぎを切って、それでまあ炒めて黒くなるまで炒めるのは時間かかるんで、玉ねぎをまあ若干炒めたペースト、炒めてペースト状になったものが売られてたんで、それをさらにフライパンの上でまあ黒くなるまで、まあ、煮詰めるというか、まあ水分を飛ばすというか、そんな感じにして調理して、で最終的にはブラックカレー作ってみたいと思います。では調理にかかります。はい、では今回使うものはこちらです。これは SB ですね。 SB の、炒め玉ねぎ。ではちょっと切って、どんなものかちょっと見てみたいと思います。匂いはちょっと焦げ茶色っぽい、焦げ茶色っつか焦げたような匂いですね。これだけだと、こんな感じで、カレーの色ですね。これだけだと、これをちょっと黒くなるまで炒めてみたいと思います。はい、では約7、8分ですかね、炒めました。わかりますかね、これ真っ黒ではないんですけども、まあ焦げちゃう色っぽい、こうなんかもうさっきの濃い色になりましたね。黒みを帯びた。で、匂いが、やっぱちょっと焦げてるんですよね。ちょっとちょっと箸で見えないんですけど、ちょっと焦げてるんですよ。で、もうこの焦げも含めて、まあ、体にいいか悪いかわかんないですけども、もう、カレーを作っていきたいと思います。一応、まあ、肉にも火が通って完成しました。とはいうものの、これ、真っ黒ではないんですよね。まあ、若干、真っ黒ではないんですよ。見て分かる通り。なんで、これに禁断の、これを使いたいと思います。食用色素、黒。黒色の色をつける。色素です。こんなのが入ってるんですね、これ。こんなのが入ってるんですね。で、粉末状です。で、この付属のスプーン、まあちょっと大さじ1杯くらいですかね。入れてみます。入れました。で、ちょっとかき混ぜてみます。これだけでは全然黒くなりません。じゃあもう一回、大さじ。わかんないですよね。大さじ入れて、大さじでもこの付属のこの小さいスプーンのこれ直径7ミリぐらいですかね、直径7ミリぐらいの小さいスプーンの大盛りです。とりあえず黒くなるまでやってみたいと思います。どれぐらいでいいのかな。これ2g 入ってるんですけども、2g のうちの今よーどれぐらいだろう、これで半分ぐらい使ってみましたかね。これ1g 入れました。ちょっとじゃあやってみますよ。はい、黒くなりましたね。
これぐらいでようやくまあ、うん、ちょっとブラウン、前回でやった時のなんていうんですかね、あの練りごまを入れた時、練り黒ごま入れた時のような感じの色になりました。確かにイカ墨を入れると完全に黒くなりますけども、練り黒ごま入れた時も完全にはならなかったんですね。でこんな感じになりましたね、ちょうど、練り黒ごまと同じような感じに色合いになりました。ではちょっと食べてみたいと思います。はい、では完成しました。こちらがそのカレーですけども、染料ですか、染料を入れたんで、黒色を入れたんで、まあ黒くはなってます。で、まあ感想としては、やっぱり玉ねぎはまあ黒くなるまで炒める、まあもうそれこそ焦げつくまでやったんですけども、それでもやっぱり完全な黒にはなりません。なので本当に、ステーキ炊けるのブラックカレー本当に真っ黒黒なのか、ちょっとぜひ見てみたいと思います。それでまあ今回はその玉ねぎを炒めて、もう焦げるまで炒め、プラス染料を入れて、それでまあ限りなく黒に仕上げました。では食べてみたいと思います。焦げちゃったんで、焦げの味がどうかなというような心配あるんですけども、じゃあ食べてみます。その玉ねぎを炒めて、でまあ肉を入れて、まあ水も入れて煮て、それで市販のカレーのルー、普通のまあバーモントカレーのああいうルーを入れて、それ最後に染料、黒色の染料を入れて、それで仕上げなんですけども、味は前回食べたものっていうのはそれぞれ特徴があったんですよ。イカ墨入れた場合は確かにイカ墨の味もしたんですよ。まあカレー自体をこう引き立たせる、まあ脇役的な存在になったんですね、イカが。でもイカの味、イカ墨の味はしました。でもう一つ黒練りごまですけども、あれはもう完全になんていうか、まあ、ツートップですよね。カレーと黒練りごま、別個独立したこの2つの味、まあ、ツートップで攻めてきました。で今回のこれは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、普通のカレーの味です。まあもうちょっと焦げて、玉ねぎ焦げてちょっと臭くなっておかしくなっちゃうかなと思ったんですけども、全くそう思ってないです、なんで案外ステーキたけるさんのブラックカレーは、やっぱりこのスタンダードな玉ねぎを炒めて、黒くなるまで炒めて、それで水でこう溶かして、まあ、その玉ねぎの中にもあらかじめスパイスとか入れて、でスパイスと一緒に炒めて、それで黒くなったところを水で溶かして、それでまあ材料入れて、で煮て作ったような感じはしますよね、一番スタンダード、そして何の雑味もないカレーですね。じゃあもう一回食べてみます。このお肉と一緒に食べてみましょうか。とても美味しいです。これぞなんていうかカレー、もうブラックカレーですね。それではまたいつものように味をまあ全部食べて、で味を確認しながら、まあ、全部食べて、それから総括したいと思います。はい、食べ終わりました。味的にはとても美味しかったです。前回作ったものと比べてよりカレーライスっぽい味になりましたね。まあ玉ねぎを黒く炒めて、あとは顔料の食用の黒色の顔料を入れただけなんで、まあ味はそれほど大きくは変化しませんでした。まあ普通のカレーライス、うちで作るようなカレーライスを本当に黒くしたような、まあ黒みかかったような、黒みを帯びたような、そんな感じのにそんな感じに、まあ仕上げて食べただけっちゃだけですけどね。
でもまあステーキたけるさんのブラックカレー本当にまあクロクロなのかどうかちょっとまだ見てないんで何とも言えないですけども、まあ一番スタンダードな形で玉ねぎをまあ黒くなるまで炒めて、それである。ただ見てお分かりの通り焦げちゃったんですよね。なんでちょっと焦げたらやっぱちょっと焦げ臭い味が若干残ってしまって、ちょっと味がちょっと悪くなっちゃったんですね。美味しかったことは美味しかったんですけども、ベストな状態ではなかったです。なのでまあ改良点としては、まあ、焦げつかせないようにまあ玉ねぎ炒める、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。まあそれで黒くなるまでまあ煮詰めるというか炒め上げるというか、そんな感じにしなければいけません。いずれにしても手間暇とてもかかります。なのでまあやっぱり私は、まあ、前回そして今回作りましたけども、イカスミを入れるブラックカレーを私はおすすめします。あれが一番簡単で、そして美味しかったです。あとまあ本当にまあステーキたけるさんのところに行って、まあブラックカレー食べてみて、それからまた作戦をまあ講じていこうかなとは思ってます。とりあえず今日はやっぱりイカスミ入りのブラックカレーには勝てなかったという結果になってしまいました。また今度もまあいろいろ情報ネットで収集してできるように、まあブラックカレーより簡単でもうより美味しいブラックカレーできるような感じのものがあればネットで探して、それでまあピックアップして作ってみたいと思います。では今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアナ。